真是大概一分钟。绅士们、女士们，大家好，我是上上期播，今天是星期三，所以是你好星期。不过星期三が熱中症で倒れてしまったので、今天是全新星期二，所以是买买买的日本商品。今天的商品是这个。绅士提示。这是以前在网上流行的这种的开胸毛衣，对不对？今天介绍的是最近网络上比较红的这样的 T 恤， hey! 非常非常湿淋淋的感觉，兴奋起来吗？兴奋起来吗？我并没有兴奋，还有红色的也有， hey! 感动了吗？感动了吗？我并没有感动啊。还有卷子，想舔吗？想舔吗？我并没有想舔。不过我让你们失望的，这个提示的道理是这样子，完全是假的欧派，全都是在别吉邦阿子的网上店能买得到，价格都是3800日元左右。还有这个店有卖这样的提示，蟑螂提示。我操！好，哥们，别过来好吗？别过来好吗？それからこの店にはこんなパンツも売ってます。バオルピグパンツ、パンツが破られてしまってますね。あ、そういえば日本には毛殺っていう写真集があるんですけど、皆さんご存知でしょうか？これは破る写真集っていう新しいコンセプトの一種作品です。見てみるとすぐわかります。シージェイガイアンツ。破ると服の中が見えちゃうんですね。破るっていう行為がイーシュー好きな僕らの気持ちをガオチャオさせてくれますね。うん、間違いなくイーシューツオピンです。おっと、そこの女子、また男子がイーシューツオピン、イーシューツオピンとか言って変なもの見てるとか思ってるだろう。それは誤解です。女子の皆さん、これを見てください。男子版の毛殺、ゼンマヤン、ゼンマヤン、是不是艺术作品呢？こういうのはね、本当にやったら被咬咬り。但是这样的艺术作品的话，完全没有问题，是吧？好，那最后跟我一起试试日本。今天呢，被别人怀疑的时候可以用的这一个日语。僕はやってません。僕はやってません。好吗？看这个视频的朋友们的话，一定是要这个日语。僕はやってません。还有，相信我，用日语怎么说？信じてください。信じてください。僕はやってません。好吗？那今天就到这里。请关注我的微博、微信，还有这个频道。那明天见，拜拜。